横川梅子は、日本の教育者。武蔵国八王子生まれ。名主横川光徳と真の長女として生まれ、兄が一人あった。父は、廃藩治験後、村の学校づくりを任され、自宅を開放し、資材を投げ打って、玉学者を、開校、村の子供たちの教育に情熱を傾けた人であった。明治時代、女に学問は不要だ。家事だけすればよい。 と言われていたが、8歳から漢学を習い始め、19歳までに習字と筆算も収めた。その後上京して、私塾に入り筆算と平ら三角を学んだ。1878年、東京女子主犯学校が、付属幼稚園を設立し、保育見習い生、ほぼ練習家を設けると早速それに応募。1ヶ月5円の手当をもらいながら、9ヶ月で保育法を収め、 ほぼの資格を取った。続いて、教員、御用係、文部省巡波人官、1883年には、東京女子師範の社中取締りと昇格しても、学ぶことを止めず、保育商科、裁原、ワゴンのほか、音楽取調所で、風琴と西洋商科、さらに物理学、和学など休めなく学んだ。1884年には、父の死去で、 家督相続のため退職して帰郷ついに、1888年横川は、女にも教育が必要。八王子にも女子教育が必要だと考えて、八王子町の特殊課に呼びかけて、横山町に教授書を開設。その4年後、八王子女学校を創立。多摩地域で初の女学校であった。1936年。 東京都立南多摩高等学校の校庭に横川梅子教像と呼ばれる横川の銅像が作られた。ありがとうございます。